静岡県天竜川河口、長野県諏訪湖、富山県糸魚川の複数震源で地震発生。マグニチュードは 7.4、 なおも増大中。何かとてつもないことが起こるということになるな。日本は一気呵成に沈んでいくんだ。8000万人以上の日本人が犠牲になると報告されてる。このままでは国民の半数を見捨てることになります。お姉ちゃん、さっきみたいな子たちがまだたくさん救助を待ってる。どうしてもその子たちを助けたいの。先生、すぐに片付けて帰りますよ。沈没。